スムーズに動いています。はい、起動してしまえばねそんなに問題がないかなという気がしますね。 TikTok の方は以上こんな感じですかね。目だけズームにするとやっぱり SE2 の方がザラザラっとしてくるのに対して15は全然そんなこともなく細かいところまで見えていると。皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はこの2台の処理速度比較を行っていきます。左側が iPhone SE 第2世代、いわゆる SE2 ですね。こちらは2020年に発売されたものです。あの世界中で蔓延したウイルス騒ぎの中、 iPhone 9としてね発売されるのではないかという今ではね懐かしい噂もありながら、ニュースリリースのみで発表発売となった機種になります。そして右側が iPhone 15、こちらは2023年発売で標準モデルでありながらも一つ前の世代である iPhone 14プロの機能を多く搭載しており、完成度がとても高いことと、11年ぶりに充電端子の方が変更されて USB-C となりました。処理チップの世代差としては SE2 が A13 バイオニック、 iPhone 15が A16 バイオニックのため3世代差となります。今回も見どころは2つで、1つは SE2 の人が iPhone 15や15 Plus これに乗り換えたらどうなるのか、もう1つは単純にこの3年差で発売された機種の性能差はいかほどなのかというところになります。で、基本は処理速度の動画になりますが、購入を検討している人のためにおまけで写真の比較、そしてバッテリーの持続時間の解説を少しだけ行います。なのでぜひ最後まで楽しんでいってください。また実機スピードテストシリーズはたくさん行っております。話題の機種は当然のこと、そろそろ機種変かなと思える機種などを実機で処理性能を確認しているシリーズになります。気になる VS シリーズがあれば概要欄に再生リストがありますので、ぜひそこから気になる機種、購入しようとしている機種を探してご覧ください。まずは忘れないうちにチャンネル登録をしておきましょう。それでは早速行ってみましょう。はい、まずは本日の主役、この2機種を簡単にご紹介いたします。左が iPhone SE2、 2020年4月24日発売です。デザインは iPhone 8と全く同じで、中身チップなどが一新されたものとなっております。今回のカラーはホワイト、カメラはシングルカメラになってます。処理チップは A13 バイオニック、メモリの方は 3GB となっております。そして右は iPhone 15です。こちらは2023年9月22日発売。最初に話した通り標準モデルでありながら、前の機種のプロモデルのような性能を持っており、完成度としてはかなり高いものになります。処理チップは A16 バイオニック、メモリは SE2 に比べて倍の 6GB。 メモリ差はかなりありますが、メモリがどういった違いを起こすか当然比較を行っていきますので、楽しみにしておいてください。それでは早速処理速度比較に行ってみましょう。はい、それでは2台とも電源を落とした状態です。メモリをねリセットする意味で電源を落としていますが、電源の方を同時に入れていきましょう。で、これ起動の時間はですね、性能にはあまり関係なかったりするんですが、近年の iPhone の起動はねかなり早くなっています。おそらく SE2 に比べたらだいぶ早くね起動するんではないかと思いますので、ちょっとだけ見ていきましょう。はい、 iPhone 15 の方はもう起動しました。 SE2 まだですね。あ、でもそんなに差はなかったですね。はい、それでは早速比較していくんですが、比較方法はどのようにやるかというと、全く同じアプリが今両機種に入っています。10個のアプリ、これを同時に起動していって、どっちが早いか、これを目視で確認していくんですが、一番最後のアプリはベンチマークアプリといって性能を数値化するアプリです。これ Geekbench 6なんですけれども、今のこの iPhone の性能を数値で出すので、ここが正確な数値の差となります。ただ全てのアプリが性能をマックスに使っているかというとまた違う話なので、そこは目視で確認しつつ数値でも確認しましょうという流れになっています。で、最後まで起動したら、ここから私的にはいつも面白いんですが、逆順に起動していきます。これなんでやるかっていうと、メモリのね差を確認するためです。当然15の方がメモリが多いので強いんですが、例えばポケモン GO やってる時に LINE 開いたらポケモン GO 落ちちゃったみたいなのは、あれはメモリの関係です。なのでそういったところもちょっと見ていきましょう。それでは両方に履歴がないことを確認して、はい、履歴ないですね。じゃあ早速スタートしましょう。まずはインスタグラムですね。せーのトン、これ同時に起動すると、お、圧倒的に早いですね。圧倒的にやはり15は早いです。で、スクロールするとどうかというと、どっちも、うん、ちょっと SE2 がカクッとしたけど、最初だけかな、最初だけですね。あとは全然スムーズなスクロールを見せています。表示自体も特に遅いことはなく、表示してしまえば特に問題なさそうですね。一応検索窓の方を開いてみます。せーのトン、はい、ここだとね画像と動画が同時に出るので、そこそこインスタグラムの中では重い処理になりますが、どっちもスムーズですね。特に問題ないような気がします。インスタグラムは以上。続いて TikTok 行ってみましょう。せーのトン、
はい、TikTok の方はどうでしょうか。やっぱりまあ起動自体は早いですね。起動自体は15の勝ちですが、そこまで、ね、すごい遅いと差を感じるほどではないような気がします。でスクロールした時どうかというと、どちらもスムーズに動いています。はい、起動してしまえばね、そんなに問題がないかなという気がしますね。 TikTok の方は以上。続いて X ですね。旧 Twitter の方行ってみましょう。せーのトン。はい、これはどうでしょうか。はい、やっぱりまあ早いは早いですね。15の方がもちろん早いです。これはまあ性能差が当然あるんですが、ちょっとこういうのだと気になってくるのは画面の大きさ。 TikTok の時もそうですが、やっぱり大きい方がすごく迫力はありますね。そういったところも含めて購入する場合は検討してみてください。スクロール自体はどちらもスムーズです。でこれ起動するときに、なんだこれしか差がないのかって思ってる人もいると思うんですが、実際にですね、いつも自分が使っているアプリが数秒早く起動するとめちゃくちゃ快適なので、この辺は比較してみてるとそうでもないなって思うかもしれないんですが、使ってみると分かりますので、その辺はね、誤解のないようにしてください。 X は以上。続いてドラゴンクエストモンスターズのテリーのワンダーランドですね。いわゆるテリワンです。これはねゲームだけど 2D のゲームなので、そんなに差がつかないと思っています。せーのトン。はい、どうでしょうか。うん、まあ、ちょっとだけやっぱり15の方が早いですかね。でもそこまで大きな差はない感じ。それよりもやっぱり先ほどもちょっと言いましたが、画面の大きさですかね。文字なんかも明らかに大きいので読みやすいです。そういったところもやっぱ気にしてみてください。あ、やっぱ大きいですね。迫力がちょっと違います。ただ処理性能としてはそんなに差がないといったところ。ドラクエモンスターズは以上。続いてこれは重い処理、結構差が出る可能性はあります。崩壊スターレイルですね。やってみましょう。せーのトン。これはね、原神と同じメーカーのホヨバースですかね。結構やっぱり差は出るかもしれません。まあ起動時点ではそこまで差は感じないですが、実際ゲームが始まるところまでちょっとやってみましょう。ここでゲーム開始出てから、うん、ちょっと遅れてゲーム開始出た感じですかね。でちょっとここでトンと同時にやってから、もう一回この後タップがあるので、そこを押したら始まるので、そこからまた見ていきましょう。どのくらい差があるのか。はい、ここで同時にタップしてみましょう。せーのトン。実際はここからゲームが始まるので、ここでの差が実際の差になります。さて、どのくらい差がつくか。おお、15早い。あ、でも SE2 も早いですね。そこまでこのゲーム差がつかないかもしれません。原神ほどではなかったですね。ただね、結構重い 3D なゲームなことは確かです。そういう意味では SE2 かなり優秀と言えます。崩壊スターレイルは以上。はい、それではアップストア行ってみましょう。これもね、皆さんよく見ると思うので、どれくらい差が出るか見てみましょう。せーのトン。はい、これはまあネットワークの絡みもありますが、まあほぼ同時でしたかね。一応15の方が早いですが、タブを切り替えてみましょう。せーのトン。うん、まあやっぱりね、表示するときの処理なのか、15の方が早い感じはしますね。ただすごく大きな処理の差にはなってないような気がします。アーケードのところはちょっと動くので、少し差は大きかったですね。まあこういった細かい差がいろんなところで出てくると思うと、やっぱりね、もちろん15の方がいいということにはなるんでしょうけども、そこまで遅くないといった感じ。 SE2 やっぱり優秀ですね。バッテリーがねちょっとね気になるところではあると思うので、そこもね後でお話はします。アップストアは以上。続いて風雷の試練。これもね 2D ゲームなので、そんなに差がつかないと思っています。せーのトン。はい、ほぼ同時に起動するんじゃないかなと思ってますが、いかがでしょうか。あー、でもちょっと差が出ましたかね。ちょっと差が出ました。どっちにしてもやっぱり快適かもしれないですね。 iPhone 15の処理速度、やっぱりね A16 ですからね、かなり良いチップになっているので、まあちょっとしか差はないですが、全ての処理、今の起動だけじゃなくて、ゲームを始めるとき、街に入るとき、戦闘が始まるとき、そういったとき全てが早いと思うと、やっぱりねいいものとなっているのではないかなと思います。風雷の試練は以上となります。続いてプロスピですね。これもね 3D なのでちょっと差がつく可能性あります。起動まで見ていきましょう。せーのトン。はい、どうでしょうか。これもね結構皆さん人気のアプリなので、それなりにやってる人多いかなと思いますが、スタート画面まではそんなに差がつかなそうです。あ、ここちょっとネットワーク入るんですね。ネットワーク入ると意外に差がわからなくなったりもするんですが、どうでしょうか。それでもちょっと早いかなといったとこですかね。ああ、でも2、3秒差があるので、これは結構変わるかもしれないですね。プロスピは以上。続いて YouTube ですね。これはもう皆さん見ると思います。せーのトン。これはねログアウト状態で2つとも起動しています。両方ショートになってますね。ショートの起動やっぱり早かったですね。一旦ホームに切り替えます。せーのトン。
ホームに切り替えた時にちょっとスクロールしてみましょう。スムーズ、両方スムーズですかね。両方スムーズに進んでいます。特に問題はなさそうですね。起動速度だけちょっと時間差ありますが、といったところでしょうか。じゃあショートの方ちょっと表示してみます。せーのとん。ショートもどうでしょうか。スクロールの方は、はい、全然問題ないですね。両方スムーズです。まあ毎回言ってますけども、ちょっとやっぱりね、古い方は一瞬カクッとします、スクロールするとき。これね、動画では伝わらないんですが、触ってると結構わかります。ククって感じでスクロールします。ただ比較しなければわからないレベルですね。うん、どちらもスムーズで良さそうな感じがします。 YouTube は以上。はい、そしてギークベンチ6ですね。これでね、性能を数値化していきましょう。ここの起動速度はそんなに差がついてもあまり意味がないので適当に起動しちゃいますが、じゃあこれで性能を数値化するのに CPU ベンチマークの方を測っていきます。この Run CPU ベンチマークの方を押して開始しましょう。せーのとん。一応3世代差。これがね、どのくらいの差になるか、ちょっと楽しみではありますね。で、この処理性能を測る処理も、性能がいい方が早く終わるんですね。なので、おそらく iPhone 15の方が早く終わると思います。じゃあ、早送りで行ってみましょう。はい、iPhone 15の方が終わりましたが、SE2 がね、まだ3分の2ぐらいしか終わっていないので、もうちょっと待ちましょう。はい、ということで iPhone SE2 の方も数字が出ました。で、数値の方を見ていくと、上がシングルコア、下がマルチコアのスコアとなります。この数値が高い方が処理性能がいいということになります。で、上のシングルコア、これがですね、単純処理の性能差ですね。SE2 が1722、iPhone 15が2647なので、これはかなり差がありますね。これ900ぐらいの差、1.5 倍くらいですかね。結構な差があります。で、下のマルチコア、これは複雑な処理の方なんですが、SE2 が3518、 iPhone 15が6728ということで、これはもう倍くらいの差がありますね。 1.8 倍から9倍くらい、そのくらいの差があります。まあ、これがね、どんなとこで差が出てくるかっていうのはいろんなことがあるんですが、単純にシングルコアであればやはりですね、起動時間なんかの差になってきます。 1.5 倍くらいということは、30秒 iPhone 15でかかるものだったら SE2 だと45秒かかってしまう、そういったことになってきます。なのでこの差はですね、かなり大きい差になります。で、マルチコアなんかも難しい処理、例えば編集処理をしてそれを出力する、そういったようなところはこの数値が大きければ大きいほど早いです。なので今 SE2 で動画編集をしているといった方は、15にすると理論値ですけれども2倍くらいの速さで出力などが行われるということになります。今までの起動処理もね、全て15が早かったと思うんですが、その差がこの数値の差になっています。ではここからですね、アプリの方逆順に起動してメモリ解放のタイミングを見ていきましょう。今回倍なのでね、どのくらいの差が出るか楽しみです。そしてその後バッテリーの差の説明、写真の比較の方もしていきましょう。はい、ということでベンチマークが終わったところで逆順にアプリを起動していきます。で、アプリが落ちてしまったっていう時はタイトル画面とかが出ます。続きから始まりません。そこをちょっと確認していきましょう。まずは Geekbench 6、せーのとん。これはもうね、今起動したばかりなので両方覚えていますと。じゃあ YouTube、 せーのとん。両方ね、ショート動画表示してたはずです。で、両方覚えてますね。この辺まではおそらく大丈夫。クロスピアあたりからどうかわからないです。せーのとん。あー、やっぱりリセットされるんですね。 SE2 はリセットされちゃいました。15は続きから始まりましたね。なのでちょっとだけ触っただけでももう落ちているということになりますね。これがメモリの差です。続いて風雷の試練行ってみましょう。せーのとん。あ、試練も落ちてますね。 SE2 は落ちてます。15は覚えてました。なのでこれでも続きからできる。じゃあアップストア、せーのとん。これはどうでしょうか。アーケードタブ、あ、これはなんか両方読み込んだような感じはしますね。これ両方落ちてたかもしれません。ただアップストアって見てたページがきちんと再現されるので、そこまでね、不便を感じない可能性はあります。アップストア以上。続いて崩壊スターレイルですね。これは覚えてると思いますか、皆さん。ちょっとどうでしょう。15は覚えてるかもしれないけど、やってみましょう。せーのとん。あー、やっぱ15は覚えてますね。再読み込みは今入ってますが、きちんと続きからできます。SE2 はやっぱりタイトル画面に戻ってしまいましたね。なるほど。やっぱりここはちょっと差が出そうでしたね。じゃあドラクエモンスターズ行ってみましょう。せーのーとん。はい。あ、やっぱ15覚えてる。すごいな。SE2 はもう忘れてますね。はい。次行ってみましょう。X ですね。せーのーとん。あー、X は両方とも覚えてましたね。両方ともきちんと先ほど見てたところから始まりました。やっぱ軽い処理のものは大丈夫そうです。TikTok 行ってみましょう。せーのーとん。あ、ロゴ画面出ちゃいましたね。こっちはね、最後見てた動画にきちんとなってますね。うんうんうん。こういった差はちょっとあるようです。TikTok は以上。最後、Instagram 見てみましょう。検索画面を見てたはずです。せーのーとん。
おお、これは両方覚えてますね。なるほど。じゃあ大体傾向的にはやっぱり軽めのもの SE2 は覚えているけど、それ以外ゲームなんかは全滅ですかね。ゲームは全滅。 iPhone 15はなんと落ちてたのは App Store だけですかね。 App Store も落ちてたのかどうか微妙なくらいな感じの速度ではありましたが、まあ、一応再読み込みに見えたので落ちてた判定だとすると App Store だけ。いや、 やっぱりメモリの差大きいですね。最初にも言った通り、こういった感じでメモリに差があるとですね、プロスピやってて一旦 YouTube ちょっと見ただけなのにプロスピもう落ちてたとか、そういったことが起きるということですね。15の場合はもうほとんど覚えてるので、いつ戻ってもね続きからできるみたいな、セーブのし忘れもねなくなるといったところが利点になります。じゃあこの後バッテリーの解説と写真比較の方に行ってみましょう。はい、ここからは購入を検討している人への簡単な比較です。まず気になるのは SE2 といえばやっぱりバッテリーが持たないと言われたところだと思いますので、どのくらい差があるかというと、 iPhone SE2 は最大ビデオ再生時間というものが公式で13時間、そして iPhone 15の方は公式でそれが最大20時間です。なので7時間差、 1.5 倍くらいの差、これはかなり大きいですよね。単純にビデオ再生なら7時間差があるということは、正直1日ね使用時間分差があると言ってもいいかも知れません。結構ね SE2 だと夕方頃にねもう20% だみたいになってる人多いと思うんですが、それが 1.5 倍持つということは、15の場合は夕方でもね 40% 50% と残っているはずなので、そういったところからね乗り換え自体はかなりおすすめにはなります。そして写真の方の比較の方も見ていきますが、本当に簡単な比較です。はい、こちらの写真ですね、外で結構朝の時間帯ですね、近所を撮った写真ですけれども、ある程度ね外が明るい場合はそこまで差が出ません。ただやっぱり空の具合とか見るとすごく明るく撮れているのが iPhone 15 になりますね。生データはドンとこちらなんですけれども、まあ、どちらまで全然綺麗に撮れてますし、まあ、強いてあげるなら右下の方にあるブロックがあるんですけれども、ここをちょっとズームアップしてみると、まあ、ちょっと SE2 は黒に塗りつぶされてるかなというところと、15の場合は結構細かく捉えられてるかなと、そういったくらいの差はあります。ただしこれもねズームアップしないとわからない差なので、外ではあまり差が出にくいというのは iPhone 共通したところです。ただ暗いところだったり遠くの場所、そういったところが綺麗に撮れてるのはやはり15になります。じゃあ室内で撮った明るい場所はどうなるかというと、ドンとこんな感じです。どちらも綺麗ですが、やはりですねこれの場合はちょっとやっぱり15かなり綺麗に見えます。で15はもうマックスの48メガピクセルで撮影しています。で生データはドンとこんな感じです。どうですかね、すごくやっぱり15の方が綺麗に捉えている気がします。はい、じゃあマリオの顔をちょっとねズームにしてみましょう。どちらもね問題なく綺麗ですが、やっぱり15の方が色の鮮やかさ、例えば帽子なんか見ても赤がすごく色鮮やかですし、影の具合ですね、陰影のつき方がすごくはっきりしていますね。服の色、肌の色、そういったところもねすごく綺麗に再現されているのが iPhone 15になります。もっとズームにしてみるとこんな感じですかね。目だけズームにするとやっぱり SE2 の方がザラザラっとしてくるのに対して、15は全然そんなこともなく細かいところまで見えていると、そういった差になります。両方綺麗ですけどね。じゃあ暗いところで撮影するとどうなるかというと、こんな感じです。これはもう圧倒的な差があります。なぜなら iPhone SE2はナイトモードがないからですね。暗いところでの撮影、本当にでもこれ結構真っ暗なところで撮ってるので、そういう意味では SE2 すごいんですが、 iPhone 15はもう光当ててるかのような撮られ方してるので、これはかなり差があるなというところで、生データはドンとこんな感じなんですが、パチリスをねちょっとズームアップしてみるとこんな感じですね。もうこれは圧倒的に差がありますね。15はちょっとね人形の質感まで出てます、布の質感まで出てますが、 SE2 は捉えるのがやっとといったところですかね。すごく平面的で、なんとなくここに物があるなみたいな感じな撮影され方になってます。でこれ奥に実はマリオもいるんですが、マリオをズームアップしてみましょう。はい、こんな感じです。あー、これはもう SE2 はもうほぼ捉えられてないですね。ドットが荒くて、一応マリオということはわかりますが、そういったレベルになってしまいます。まあ15もねこれちょっとね奥の方にあるのでぼやけてはいるんですが、きちんとね形は捉えていて色も捉えられていると。あ、ここらはねちょっとぼやけてるけどマリオだなというのがわかる、ものとして捉えられているなというのがすごくわかります。写真比較は以上です。これも購入の検討材料に入れてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。処理性能についてもねそれなりに差はありますが、それよりもバッテリーの差が気になったり、画面の大きさがね気になったりした人もいたかもしれません。今回の目的は処理速度ではありますが、今言ったように画面の大きさ、写真の綺麗さ、こういったところもね購入する場合はポイントになると思いますので、参考になればと思います。またこのチャンネルでは iPhone 15を買ったら設定すべき10選プラス1の動画や、 iPhone 15を含む全8台でバッテリーテストを行っている動画など、お役立ち動画がたくさんありますので、今後も見逃さないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。